皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学社会3問クイズ3回目、歴史の問題で、次の文化何文化と言いますか。1番は奈良時代の聖武天皇の時代の文化、2番は平安時代、遣唐使を取りやめたことによって生まれた日本の風土や生活に合った文化、もちろんそれまで日本に伝わった中国の文化、これをアレンジしたものですね。3番、桃山時代、ポルトガルやスペインの商人たちが日本に伝えた文化。皆さんはここで一度動画を止めて答えを考えてみてください。考えた後で動画を再生し答えを確認しましょう。1番の奈良時代の聖武天皇の時代の文化、天に平と書いて天平と呼んで天平文化と言います。聖武天皇は仏教の力を借りて国を治めようとしました。ですからお寺をたくさん建てたんですね。国ごとに国分寺とか国分二寺、そして都には東大寺を建てて大仏を建立しました。これが奈良の大仏ですね。2番の平安時代の遣唐使を取りやめたことによって生まれた日本の風土とか生活に合った文化、これを国風文化と言います。国風文化の中で仮名文字が生まれました。3番の桃山時代、ポルトガルやスペインの商人が日本に伝えた文化、これは南蛮文化と言います。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。